重藤業のそれ古典にありますよよっありがとうございますここからは金曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間で、はい、あ今日はそうだコラムバトルなんですもんねそうなんですよ <laughs> 私戦う気ありませんけど <laughs> ブルボンヌさんと僕でどっちが面白いか、はい、そうい, <laughs> ということで、えー、扱うテーマは「ブルボンヌさんと同じ今映画界で一番話題になっ 宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」についていよいよガチネタバレで嫌われようってのね <laughs> そうですね僕は全部ネタバレをしてそう,そうです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 今回は上映前に発表された情報は、はいえー、鳥の絵が描いてあるポスターが1枚だけ、うん、そしてどういう世界観なのかどういうストーリーなのか誰がキャストなのか全てシークレットだったわけなんですよね まあそんな君たちはどう生きるかなんですけど、ブルボンヌさんはご覧になった。うん、なっ,たってことは、ブルボンヌさんご覧になったってことで、でも逆に情報がこうほとんど公開されない、ほぼシークレットだったのに、どうして映画館に行こうっていう気持ちになったんですかえだって、早尾担の新作だから当然じゃん <laughs>、早尾ガチっていうガチ勢、なるほど、うん、僕はあのこれから見に行こうと思ってるから、なも。 君たちはどう生きるかについては分からないんだけれども、こうなんか世の中がすごいザワザワしている感じ、ストーリーが分かんないんだけどザワザワしている感じがすごく面白い現象だなと思っています。うん、では、江戸時代、うん、これと似たようなもんで、歌舞伎の観客っていうのは、うん、事前に情報を手に入れて入手して見に行っていたのか、それとも今回の君たちはどう生きるかのように、一切何も知らずに見に行っていたのか、 今回その話をしたいと思うんですけど、うん、どうでしょう改めて聞かれるとどうなんだろうと思いませんそもそもメディアの構造が随分違うから、うんうん、いわゆる瓦版的なものとかぐらいもしこうわーっと広まる口コミと。はい、そのの演者とか中人が、はい 漏らしちゃう。ああ、なるほど。リーク情報的な感じで。<laughs> 今度のってこういう話なんだよ。<laughs> 面白いらしいよいな。なるほど。<や>口コミだ。うん、口コミ。結論から言いましょう。結論から言うと、観客は事前に情報を知っていたんですよね。な、うんで知ってたかっていうと、<ー>やっぱ芝居小屋の前のそれこそ1枚の看板。はいはい、それこそ今回の鳥の絵が書いてあるポスターみたいな感じで、看板を見たり。うん、あとは、上演する時期。 例えば11月だから、こん今回11月だから、きっとこれが上映されるんだろうみたいな感じで、観客は作品の情報を事前に知っていたんですね、うん、もうお約束の、この時期ならこの作品っていうのの繰り返しだったんだうう全くそういうことなんですね、うん、ではじゃあ、観客は看板とか上演時期から作品のどんな情報を得ていたのかというと、それはこの歌舞伎でどの世界を描くのかって、そういうことなんですね。うん このね、歌舞伎の世界っていう概念は、歌舞伎を理解する上でめちゃくちゃ重要なんですけれども、初心者の方にはかなり難しいポイントなんですね。だから今回、まあ、ズバリ一言で言うとするならば、歌舞伎の新作を作るときは、現実の事件をモチーフにして、筋書きとか人間関係を様々な古典の世界に落とし込んでいくっていうことを江戸時代はずっとやってきたんですね。例えば、 WBC、ワールドベースボールクラシックの熱戦を、無理やり、歌舞伎の曽我兄弟の世界に落とし込むと、こんな感じになるわけなんですね。例えば、WBC 日本代表の二枚看板、ダルビッシュと大谷翔平。実はこの二人は、兄弟で、なおかつその正体は、曽我兄弟であった。曽我兄弟の兄がダルビッシュ、弟が大谷翔平。二人の父親は、工藤助爪という悪役に殺されてしまった。 大谷翔平はそんな父親の仇を探すために野球選手になる。どう、しかしどうやら日本にはいないようなのでアメリカで活躍することを決意してメジャーリーグで活躍してみるけど、やっぱりアメリカにも父親が仇がいないと。そんなある時栗山監督に呼ばれて日本に帰ると、そこに兄ダルビッシュの姿があると。うん、実は兄ダルビッシュは栗山監督こそが 父親の仇、工藤助爪であると確信をしていた。あるで、父の仇、工藤助爪を油断させるために、ワールドベースボールクラシックで優勝して、栗山監督ほど工藤助爪がトロフィーを掲げて、脇が甘くなった瞬間に、栗山監督の脇腹に刃を立てることを決意みたいな。<laughs> 殺しちゃう、ね、そうそう。みたいな感じ仇が,が、やっぱ仇が出てこないとつまんないよね。歌舞伎はね。で、これ、はははって笑ったんですけど、 これ非常に歌舞伎っぽいストーリーになるっていうことで、これなんでかっていうと、これは世界っていう概念で、常にある古典の人間関係とか筋書きに現実実際に起きた出来事を落とし込むことで歌舞伎が生まれる。今、突拍子もないようなストーリーを喋りましたけれども、ほとんどこういう感じで江戸時代は作られ続けていたんです。<ー>今のがテンプレなんだ。テンプレなんです。うーん これは有名な「スケロク」とか歌舞伎で「スケロク」っていうのも実は二人がこういう兄弟なんだけれども身を変えてまあ,かあの えーだから、えーっと、だから、車に行って、相手の、その、敵を探しているみたいな構造で、これは全部この構造になっているんですよね。この概念を歌舞伎では、世界と呼んでいって、この世界をもとに歌舞伎の新作は次々と作られていって、今喋った、曽我兄弟の世界に落とし込まれた作品に至っては、江戸時代の間になんと、1000作品以上も作られたんですよね。 このテンプレをもとにして。じゃあ、なんでこれほど多くの作品が次々と作られていったのかというと、新作歌舞伎だとしても、まあ、大まかなストーリーは決まっていた。うん、この新作歌舞伎はこんなね、どんな手順で作られたかというと、まず、 歌舞伎役者のリーダーとか、工業主とか、作者が集まって、最初にどんな世界にするのかっていう世界定めっていうのを行うんですね。いいわね、世界定め。決めるわけなんですよ。で、例えばその時に、平家物語の世界にしようとか、文化の対家の開始にしようとか、相我物語の世界にしようみたいな感じで。で、その世界を最初に決めて、その決まった世界にどんどん新しい題材をぶち込んでいくと。 だから新作は決められた世界のキャラクターに全て置き換えられて作っていったと、うん、テンプレ大枠としては何パターンかあって、うん、その中に実際の事件今回はこのパターンに当てはめてこうみたいなそういうことですね大体世界が大体100個ぐらいあったって言われていて、うん その100個ぐらいの世界の中に現実の出来事、今の WBC だった、WBC みたいなことを無理やり置き換えてでやる、でるそれを公開するっていう、今、歌舞伎座に行くと、古典の歌舞伎が上演されてますけど、江戸時代の人たちにとっては、その古典なんかないから、常にかかってるものは新作ですよね、今の映画を見てるようなイメージですよね、だから常に常に新作ができるんだけれども、その選ばれる題材は、世界から、100個ぐらいある世界からチョイスされて出来上がった作品だった。 っていうことなんだ、ね、からみんなそれが分かってもなおかつ楽しんでらっしゃったし<う>足を運んでたってことじゃないですか<ー>それがいつからねこんなになんかちょっとしたネタバレで殺伐とする、うん、世の中にそっか、えー、なるほどねあでも今日のジブリネタに絡めたらあのナウシカ歌舞伎はやっぱりその100パターンのどれかにはめたのえっと、ね、ナウシカ歌舞伎はちょっとだけ あの作り方がまあ今回、現代になっちゃってるから。ねオウムとか出てきちゃうから、ね。そうですね。でも今やっている、あの今、刀剣乱舞歌舞伎っていうのは、いわゆる戦国時代の、えっと、松永久秀、松永壇女っていうんですけど、こっちで歌舞伎では、うん、その世界に無理やり押し込んでるんですね。やっぱ由緒正しいテンプレを使ってるでそうなんですね。うん、そういう世界みたいなのを重要にしていた。だから歌舞伎の観客はベースのある世界を通じていたから、まあ、作品を理解したりしていたし、だからなん、そが物語の。 世界だから見に行こうかなって判断をしていたんですけどうん、うん、翻って見てみると今回の「君たちはどう生きるか」っていうのはほとんどシークレットなのに、うん、お客さんが「千と千尋の神隠し護衛ぐらいにめちゃくちゃ入ってったから。 観客の皆さんよくやって飛び込んで映画館に飛び込んだったなと思うしブルボンヌさんもはじめとして、うん、やっぱ宮崎駿っていう人はそうだだねブランドだよ、ね、積み上げてきたものすごい信用されてんだなっていうのを、まあ、改めて思うような出来事でしたなるほどでも確かにいろんな世の中のエンタメ作品が、うん、その世界をもとに伝統芸能から広がってるから私たちもある種 なんかこういう悪者が対される物語がいいとかうん、うん、そういうのをちょっと求めちゃってるところも現代に繋がってるなと思いましたそうですね完全懲悪とかパターンはまだ引きずってるところはあるよね面白いですね土時代ね重藤行のそれ古典にありますよでしたお知らせの後は桂宮治の座布団ブです